よく晴れた天気になりました。マツダズームズームスタジアム広島です。セリーグ公式戦、広島東洋カープ対阪神タイガースの21回戦です。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、今日のゲームどの選手に注目されてますか？はい、攻撃でいうと両チームの2番バッター、この2人が打線の鍵を握っていると僕は思っています。まずはカープの先発ケムナがマツダスタジアムのマウンドに上がります。西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね、まあ、どうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ、楽しみに見たいと思いますね。そうですね、そのあたりがどういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。初球打ち、このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。バッターは真由美。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン、ヒットでランナーを一塁に置いています。マウンド上ケムナ、そしてキャッチャーは相澤。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか、西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、その打線は。ランナースタート、キャッチャー二塁送球する、セーフ、盗塁成功。この場面で盗塁を決められてしまいました。まあ走ってくるの分かってたはずなんで、もう少し工夫してもらいたかったですね。これでアウトを増やさずに一打先制のチャンスになりましたね。やはり打ちました、高く上がった、これはどうか、右中間破っていきました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点を先制しました。右中間へのタイムリーヒット、1対0。カープなおもピンチです。ここで先制点を奪われてしまいました。甘い球をね、ミスショットするようなバッターじゃないですからね。立ち上がりを攻められて先制点を奪われました。ここまでで踏みとどまりたいですよね。バッターのバース、今シーズン得点圏での打率は5割1分3厘となっています。打ちました、高い打球、ライトが追いかける、突き刺さった、ツーランホームランが出ました。これでシーズン本塁打記録を塗り替えました。初球でした、前でさばかれた打球は大きな弧を描いてスタンドへ入ってしまいました。カープ追加点を許します。3対0。いや、完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。立ち上がりを攻められています。バッターは注目のルーキー石峰、昨日のゲームでは4安打を記録しています。打数が多かったのもありますが、よく打ちましたよね。さあ、この調子を維持していけるか。カープ初回から相手打線に捕まっています。日産、ここまで相手投手打った、打った瞬間確信したか、ぐんぐん打球入った、ソロホームランが出ました。このホームランでシーズン最多安打記録を塗り替えました。初球でした、ジャストミートされた打球はフェンスを悠々と越えていきました。カープ追加点を許します。4対0。いや、完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、レフトスタンドに運ばれてしまいました、ホームランです。またしても点を入れられてしまいました。バッターはオマリー、昨日はなんとホームラン4本を含む6安打の大活躍でした。いや、当たりに当たってましたよね、 2,3 試合分打った感じですよね。そうですね、さあここも期待がかかります。カープこの回先制点を与えています。2球目打ちました、この打球は落ちそうだ、ヒットになった、これで5連打、ノーアウトランナー1塁です。バッターは注目のルーキー八木、昨日のゲームはホームラン2本を含む猛打賞を記録しています。ヒットでランナーを1塁に置いています。まず何を投げてくるか、切れていきます、ファウル、
2球目打ちました。菊池が抑えています。ワンアウト。バッターは和田。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。ワンアウトになっています。一塁牽制、一塁はセーフ。初球は何から入ってくるか。インサイド外れます。打ちました。ボテボテ。ショート取った。二塁アウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー。しかしこの回タイガース先に点を取りました。4対0タイガース先制です。2回に入ります。タイガースの攻撃。8番バッターはキャッチャー梅野。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。さてカープの先発はケムナ。ここまで23。インサイド落ちました。これはどうか。センターに抜けました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。バッターは前川。ヒットでランナーを1塁に置いています。初球空振りです。ここはバントを警戒する守備体制ですね。はい、そうですね。2球目は何で来るか。真ん中打ちました。キャッチャーが構えます。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。打順は1番に帰ります。バッター松永。前の打席いい当たりを飛ばしてましたよね。ええ、ここは気をつけないとまたやられかねませんからね。そうですね。ワンアウトになっています。まあ、次は狙っているボールだけを打っていけばいいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。西さん、ここは盗塁はないと見ていいんでしょうか。いや、まだ分かりませんね。打ちました。ファウルになります。アウトロー外れます。フルカウントです。次が6球目。痛烈な打球、スタンド一直線。もう入った。ホームラン。ツーランホームランが出ました。これで7試合連続のホームラン。フルカウントからの変化球でしたが、きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。バッターボックスには2番真由美。先ほどの打席で先制となるツーベースヒットを放っています。いや、あのタイムリーは痛かったですよね。はい。これが2球目。3球目打ちました。ヒットになった。これでマルチヒット。ワンアウトランナー1塁です。3番バッターバース、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。いや、ナイスホームランでしたね。ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。そうですね。ヒットでランナーを1塁に置いています。ファーストランナースタート。キャッチャー送球して盗塁成功です。いや、この点差ですから向こうもあまり警戒してなかったでしょうね。なるほど、そうですよね。体に近いところ。まあ、次のボールは見ていくタイプと狙っていくタイプに分かれますね。なるほど、そうですか。ここは決まりました。見逃し三振です。ツーアウトになりました。バッターボックス石峰。まあ、カープとしてはまだまだ諦めてないと思うんでね、ここはこれ以上点はやれませんね。はい。さあここはしっかり守りたい。打ちました。痛烈な打球、切れました。ファウルボール。バッターボックスの石峰、今シーズンの得点圏打率は5割。打ちました。セカンド取った。一塁へ。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガースツーランホームランで得点を追加しています。6対0タイガースのリード広がっています。3回の表タイガースの攻撃。バッターボックスには5番オマリー。先ほどのヒットはしっかり捉えた打球でしたよね。ええ、ここは慎重にいった方がいいでしょうね。そうですね。カープ厳しい展開。打ちました。さあどうだ。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット。ノーアウトランナー1塁です。バッターの八木、ここのところ5試合で打率は7割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見て。初球打ち、この打球は落ちそうだ。ヒットになった。
これがチーム10本目のヒット。ノーアウトランナー2塁1塁。打席には7番バッター和田。まあカープとしてはまだまだ諦めてないと思うんでね、ここはこれ以上点はやれませんね。はい、さあここはしっかり高め打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球する。これで3連打、ノーアウト満塁です。初球打ち、ヒットになった。ホームに送球、サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット、7対0。カープ、さあ打席には先発の前川入っています。まあここで追加点が入れば自分が楽になるわけですから、このチャンスは生かしたいですね。初球打ち、さあサードランナーはどうする。掴みました、三塁へ送球、三塁送球アウト、ダブルプレー。犠牲フライにはなりませんでした。打順はトップに帰って松永、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。いやナイスホームランでしたね。はい、ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。打ちました、菊池、一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガース1点を追加しています。これから4回タイガースの攻撃です。そしてカープはピッチャーが変わります。さあマウンドを任されたのは中村、今シーズン20試合目の登板です。さあ西さん、ここで出てきましたね。まあしっかり打ちました、いい当たりだ、高く上がった、うん、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで6試合連続のホームラン。三塁回って今ホームイン、8対0。うん、ピッチャーの代わり花の初球狙っていきましたね。はい、さあまず1球目、初球甘いコース、バットが出ませんでした。得意のボールでストライクを取りました。インコース外れてボール、まあ、ここはストライクゾーンのボールを積極的に打っていくカウントですね。なるほど、打ちました、伸びていく、この打球は落ちるか、どうだ。3球目打っていきましたがセンター掴んでワンアウト。バッターは4番石峰、今日はホームランを放っています。ワンアウトになっています。さあ2球目は何か、打ちました、いい打球だ、高く上がった、頭上ぐん入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン、9対0。いや完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、5番バッターオマリー、今日はここまでマルチ安打を記録しています。もう打たせてはいけませんよね、これ以上バッターを乗せるわけにはいきませんからね。うん、もう切りました、ファールボールです。ノーボールワンストライクです。ノーボールツーストライク、さあ外してくるのか、しっかり捉えた、センター下がっていく、下がっていく、フェンス直撃、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、これで3打数3安打の猛打賞、ワンアウトランナー二塁となりました。ここでタイガースダイソーを送ります。掛布セカンドランナーに入ります。打順は6番八木。まあカープとしてはここをしっかり抑え切って流れを引き寄せたいですよね。はい、さあここはしっかり守りたい。バッターの八木、今シーズン得点圏での打率は5割8分となっています。いやーすごい数字ですね、頼もしい限りですね。ここもやってくれると思いますよ。ああそうですか、打ちました、取った、一塁送球、ツーアウトになりました。さあバッターは和田、ここで安打が出ればシーズン200本安打に達成します。西さん、いよいよ打ちました、セカンド取った、一塁送球します、判定はアウト、スリーアウトチェンジです。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。5回の表タイガースの攻撃、バッターボックスは8番梅野、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや勝負強かったですよね。はい、まあちょっと余裕も出てきたんじゃないでしょうか。そうですね、打ちました、
伸びていく、この打球は落ちそうだ。左中間深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3打数3安打の猛打賞、ノーアウトランナー二塁です。さあバッターボックスには先発の前川入ります。勝ち星もかかってますから当然続投でしょうね。打ちました、切りました、ファールボールです。ここはバントを警戒する守備体制ですね。そのようです。引っ張った、この当たりはどうか、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。目の覚めるようなタイムリーヒット、10対0、カープなおもピンチです。打順は1番に帰ります、バッター松永。まあカープとしてはここをしっかり抑え切って、打った、大きな打球になった、ライト下がっていく、入った、ホームラン、ツーランホームラン、これが今日2本目のホームラン、初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。いや完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。やっぱりスリーベースが一番難しいですよね、打力だけでなく足も必要になってきますからね。そうですか、さあこの場面でサイクルヒット達成なるんでしょうか。打った、ボールを拾ってワンアウト、バッターボックスは3番バース、今日はホームランを放っています。前の打席はあわやという打球でしたよね、まあタイミングは合ってると思うので期待したいですね、期待しましょう。ワンアウトランナーなし、打ちました、これは浅いフライ、このフライはどうだ、落ちるか、2球目打っていきましたがセンター掴んで2アウト、打席には4番バッター石峰、先ほどの打席でソロホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、2アウトになっています。打ちました、これは大きい、伸びていく、このフライはヒットになりそうだ、ヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3安打猛打賞、ツーアウトランナー二塁。打ちました、菊池一塁へ送ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回タイガース3点を追加しています。マツダズームズームスタジアム広島からお送りしていますゲームは6回の表に入ります。タイガースの攻撃、バッターボックスには6番八木、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。カープ厳しい展開で6回を迎えています。打ちました、いい当たりだ、打った瞬間確信したか、ぐんぐんだ、突き刺さった、ソロホームランが出ました。これで7試合連続のホームラン、三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。13対0、いやツーボールでしたからね、 1-2 の3で思いっきり打ちに行きましたね。はい、ピッチャーの状態ですが若干きつそうにも見えます。打順は7番和田、セカンド和田、これが1球目、打ちました、レフト下がっていく、下がっていく、フェンスダイレクト、打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達、これが今シーズン200本目のヒット、ノーアウトランナー2塁です。これが初球、バッターボックスの梅野、今シーズンの得点圏打率は6割4分、打ちました、これはどうだ、センターへ抜ける、バックホームする、これで3連打、ノーアウトランナー3塁1塁。さあ打席には先発の前川入っています。ここまでいいピッチングしてるんでベンチとしては引っ張りたいですよね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。ここは見ます、ここは中間守備ですね、バックホームとセカンドゲッツー両方狙える守備体制ですね。なるほど、そうですか、打ちました、ヒットになった、あっと取れない、ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、サードランナーホームイン、
タイガース1点追加します。ライト前のタイムリーヒット14対0カープなおも三塁一塁のピンチでカープピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の堀江。さあマウンドに上がったのは堀江、今シーズン20試合目の登板です。さあ初球は何か、まずはボールから入りました。体に近いところボール先行です。打ちました、痛烈な打球、大きな打球になった、レフト入った、ホームラン、スリーランホームランが飛び出しました。これで2打席連続のホームラン。ストライクを取りに行ったところ、しっかりと引っ張られたあたりはフェンスを越えてしまいました。カープ追加点を許します。いや2ボールでしたからね、 1-2 の3で思いっきり打ちに行きましたね。はい、今日はバッティング絶好調、この打席で3ベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。打ちました、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、伸びて入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁回って今ホームイン。いや完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、バッターボックスバース、タイガースこの回7人目のバッターになります。打ち上げた、ここは打ち上げています。ストレートに詰まってワンアウトとなっています。打順は4番石峰。先ほどツーベースを打たれたバッターなんで、ここは長打にも気をつけたいですね。そうですね、初球打ち、打った瞬間確信した感、入ったソロホームランが出ました。これが今日3本目のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。いや速い打球でしたね、あっという間にスタンドに飛び込みましたね。はい、今日はダイソーで途中出場の掛布。初球ボール、まあ、ここは狙いを決めてそれだけを打っていく感じですね。なるほど、そうですか。これはファーストゴロ、バティスタ掴んで2アウトになりました。6番バッター八木、先ほどの打席でソロホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、タイガースこの回は打者一巡の猛攻、打ちました、このフライは切れそうだ、切りました、ファールボールです。ボールカウントは1ストライクです。打った、打った瞬間確信したか、ぐんぐん打球が伸び、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。いや完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、バッターボックスには7番和田。先ほどツーベースを打たれたバッターなんで、ここは長打にも気をつけたいですね。そうですね、打ちました、伸びていく、この打球は落ちそうだ、真ん中左中間破っていきました、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、これで3安打猛打賞、ツーアウトランナー二塁。カープピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手の、さあマウンドを任されたのは田中、今シーズン18試合目の登板です。2日連続の登板です。初球はストライク、ストレートが決まっています。外へのスライダー、ここは見極めています。3球目打ちました、これはどうか、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁でストップ、タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、カープもうこれ以上点はやれません。さあバッターボックスには先発の前川入ります。ここまでいいピッチングしてるんでベンチとしては引っ張りたいですよね。引っ張った、ライトボールをこぼした、セカンドランナー三塁を回った、これはライトのエラーです。セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。相手のエラーでの得点、カープもうこれ以上点はやれません。打順はトップに帰って松永、
先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。いやー、ナイスホームランでしたね。初球打ち、高く上がったライトが下がっていく、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。なんと3打席連続のホームラン。初球でした。思い切り引っ張られてスタンド深くまで運ばれています。カープ追加点を許します。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。初球ボール、インコース決まった、打った、打った瞬間確信したか、ぐんぐん打球が伸びて入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁回って今ホームイン。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、ピッチャーはちょっと苦しくなってきた。カープピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは5番手のレグ。バッターボックスには代打のアリアス。初球は何で来るか、打ちました、これは大きい、伸びていく、このフライはヒットになりそうだ。左中間深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3連打、ツーアウトランナー二塁。バッターボックスは4番石峰、先ほどの打席でソロホームランを放っています。いやー、ナイスホームランでしたね。はい、ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。はい、あっと取れない、バッテリーエラー。ボールを拾ってツーアウトランナー三塁、インサイド落ちました。この打球はどうだ、切れるか、わずかに左に切れました。ファールボール、空振り、ここは空振りでアウトを取りました。サードランナー残塁に終わっています。西さん、ここでこれ以上離されると非常に逆転が難しくなってきますよね。まあ当然ですね、あの状況を考えるとね、もうこれ以上失点できないですよ。本当にそうです。打ちました、ライト下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで6試合連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。いや、早い打球でしたね。あっという間にスタンドに飛び込みましたね。はい、バッターボックスは6番ヤギ、先ほどの打席でソロホームランを放っています。いや、ナイスホームランでしたね。ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。そうですね、今日はバッティング絶好調、2打席連続ホームランが続いています。打ちました、レフト下がっていく、下がっていく、入りました、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。いや、ツーボールでしたからね、 1-2 の3で思いっきり打ちに行きましたね。はい、7番バッター和田。いや、さっきのツーベースは見事でしたね。はい、ここも狙っていってほしいですね。そうですね、打ちました、伸びていく、この打球は落ちるか、どうだ、センター深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、これで3連打、ノーアウトランナー二塁です。初球ボール球です。西さん、バッターの梅野、左ピッチャーとの相性はどうなんでしょうか。打ちました、ここは打ち上げています。ショートが落下点に入ります。西川抑えてワンアウト。さあ、打席には先発の前川入っています。ここまでいいピッチングしてるんで、ベンチとしては引っ張りたいですよね。そうですね。さあ、追加点のランナーを置いた場面です。打ちました、
西川が掴んで2アウト。打順は1番に帰ります。バッター松永、先ほどの打席で2ランホームランを放っています。いやー、ナイスホームランでしたね。引っ張った、弾き返した打球はレフトへ。ここはフライになっています。鈴木が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を。これから8回タイ、今日はバッティング絶好調。この打席で3ベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。さて西さんも1999年に対広島戦でサイクルヒットを達成されていますが、当時を振り返っていただいていかがですか？最後はホームランだったんです。打ちました。打った瞬間確信したか。ぐんぐん打球突き刺さった。ソロホームランが出ました。なんと3打席連続のホームラン。三塁回って今ホームイン。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどツーベースを打たれたバッターなんで、ええ、ここは長打にも気をつけたいですね。そうです。打ちました。ファウルになります。打ちました。浅いフライ。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。これで2試合連続のマルチヒット。ノーアウトランナー1塁です。まず何を投げてくるか。初球空振りです。まあ、ここは際どいコースも含めて狙っていく感じになりますね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。3球目打ちました。さあどうだ、この打球は落ちるか。どうだ、レフトが取りました。ワンアウトです。バッターボックスは5番掛布。先ほどの打席でソロホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、打ちました。取った。セカンド送球、セカンドフォースアウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。9回の表です。タイガースの攻撃、バッターボックス八木、先ほどの打席でソロホームランを放っています。いやー、ナイスホームランでしたね。ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。そうですね。2球目打ちました。この打球はフライになっています。キャッチャーが落下点に入ります。バッターボックスは7番和田。先ほどツーベースを打たれたバッターなんで、ここは長打にも気をつけたいですね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。バッターボックスには代打の上本、矢蓋、まずは先頭バッターを打ち取っています。ファウルになります。真ん中打ちました。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。8番バッター梅野、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。2アウトになっています。打ちました。高いバウンド、ショート前に来る。西川、これが今日6本目のヒット。2アウトランナー1塁、バッターは前川。ヒットでランナーを1塁に置いています。バッターボックスには代打の亀山、ヒットでランナーを一塁に置いています。亀山、背番号00。最初は変化球持ってきました。ストライクです。今のはバッターよく見ましたよね。はい、ストレートわずかに外れてボール。引っ張った。この当たりはどうか。このフライはヒットになりそうだ。ライト線を深々と破るヒットになりました。バッターランナーは二塁到達か。ピンチになりました。2アウトランナー三塁二塁。打順はトップに帰って松永。今日は盗塁が一つあります。ヒットでランナーは三塁。ストレート打っていった。これは大きな打球、ライトの深いところ落ちた。サードランナーがホームに帰ってきました。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。タイガース追加点。カープさらにピンチが続きます。
今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。まずは変化球から入りました。ここは見ます。バッターの真由美、今シーズン得点圏での打率は5割3分4厘となっています。いやーすごい数字ですね。頼しい限りですね。ここもやってくれると思いますよ。あーそうですか。レフト線、これは大きい。フェアかファールか、わずかに左に切れました。ファールボール、2ボール2ストライクです。見逃しで三振を奪います。セカンドランナーは残塁に終わっています。残念ながらカープ敗れてしまいました。西さん、投打ともに流れに乗ることができませんでした。明日以降期待したいですよね。そうですね、あの気持ちを切り替えてね、あの明日以降に新しい気持ちで臨んでほしいと思います。本当にそうですよね。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のカープ、小雨がぱらつくマツダズームズームスタジアム広島です。セリーグ公式戦、広島東洋カープ対阪神タイガースの22回戦です。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。まずはカープの先発横山がマツダスタジアムのマウンドに上がります。どう立ち向かっていくのか注目です。里崎さん、リズムに乗るためにも先頭バッターをしっかり抑えたいですよね。まあやっぱりこの先頭バッターをしっかり抑えることが重要になってきますからね。はい、
打ちました。レフトに大きな打球、ボールはそのままフェンスに直撃、先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。バッターは注目のルーキー亀山、現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン、ヒットでランナーを一塁、走ってきた、キャッチャー二塁送球する、盗塁成功。ここで盗塁を許してしまいました。まあバッテリーもね、警戒してたんでしょうけどね。これでワンヒットで先制ですから、もう少しランナーを警戒しておきたかったですよ。引っ張った、ヒットになった。これで3試合連続安打、ノーアウトランナー3塁1塁。三振を取りたい場面ですよね、ここは。そうですね、はい、初球はストレート決まっています。次が2球目、インコース、これは外れます。バッターボックスのバース、今シーズンの得点圏打率は5割1分3厘となっています。追い込んだんで三振を狙っていきたいですよね。そう、このピンチ空振り三振に切って取りました。まず一つアウトを取りました。この打席でシーズン本塁打記録更新とはなりませんでした。さあ、そしてバッターボックスには掛布入ります。気をつけたいバッターですね。さあ、ワンアウトになりましたが、まだピンチは出していません。まあここもしっかり抑えて先取点を与えないようにしたいですね。なるほど、そうですよね。一塁牽制、セーフ。初球ボール、ここは三振を取りたいですよね。なるほど、さあどういうリードをしてくるのか。里崎さん、三振を狙うリードというのはあるの？走ってきた、キャッチャー送球して、タッチアウト、盗塁失敗。里崎さん、ランナーが一人いなくなりました。よく阻止しましたよね。ですよね。まあただまだピンチを出してないんでね、なんとかここをしのぎ切りたいですよね。そうですね。さあ、ここを抑え切ることはできるでしょうか。アウトコース打ちました。ここは打ち上げています。横山が抑えて3アウトチェンジです。さあ、先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。先制のチャンスがあったタイガースですが、そのチャンスを生かせませんでした。2回になります。タイガースの攻撃、バッターはオマリー。昨日のゲームで猛打賞を記録しています。いやー、固め打ちでしたよね。はい。さあ、今日も好調を維持していけるんでしょうか。さて、打ちました、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びて突き刺さった、先制ホームランです。タイガース、カープ痛い一発を浴びています。初球でした。体の近く引っ張られた当たりはスタンドへの特大アーチとなってしまいました。カープ先制を許します。1対0、クリーンナップに一発を浴びてしまいました。しかしまだ1点差、後続はしっかり立って反撃といきたいところ。ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。まあタイミングが合ってましたからね。ここでホームラン、先制点を奪われました。バッターは注目のルーキー八木、現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン、カープ先制点を許す形となっています。最近3連敗とこのところ勝ち星から遠ざかっているカープですが、まずはこの不振からどうやって抜け出すかということが課題です。2球目は何で来るか。ストライクです。あっという間に2ストライクです。大きく外れてボールです。高め打ちました。切れました、ファールボール。三振を取りました。ワンアウトです。バッターは和田、昨日のゲームでは4安打を記録しています。当たってましたよね、バットが触れてましたからね。さあ、今日もバッティングは好調なんでしょうか。ワンアウトランナーありません。変化球ボールになります。
ボールになります。打ちました、いい打球だ。伸びていく、どうだ、入れば貴重、そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これがチーム2本目のホームラン。真ん中に入ってしまった変化球、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。しっかり捉えて持っていきましたよね。この序盤戦さらにリードを奪われます。バッターは注目のルーキー木戸。カープこの回先制点を許しています。豪快なスイングは空振りになります。打った、左中間に大きな打球、これはどうか、スタンドには届きません。二塁へ送球、バッターランナーは二塁まで進みました。ワンアウトランナー二塁となりました。さあバッターボックスには先発の西が入ります。さあ追加点のランナーを置いた場面です。打ちました、ファールボール。次の球もストレートでいいでしょうね。なるほど。2球目打ちました。さあどうだ、ワンバウンドヒットになりました。3塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁でストップ。タイガース1点追加します。3対0、カープもうこれ以上点はやれません。ここはピッチャーにタイムリーが出て追加点を奪われています。そうですね、もうこれ以上点をやってはいけない場面ですからね。この序盤戦さらにリードを奪われます。まあここは踏ん張りどころでしょうね。まあ勝負強いバッターを迎えてますから、しっかりと自分のピッチングをすることですね。そうですね、さあ気をつけていきたい新庄、バッターボックスです。初球ボール、バッターの新庄、今シーズン得点圏での打率ドカーン、大きな当たりです。スタンドに入った、ツーランホームランが出ました。これで3試合連続のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、思い切り引っ張られた打球は特大アーチとなりました。カープ追加点を許します。5対0、ここで一発を浴びてしまいました。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。まあ、そう、警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。これはきつい一発ですよね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。バッターは2番亀山。まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。危ない球です。ボール先行です。打ちました、この当たりはどうか、ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。抜けたような感じになりました。大きく外れます。ツーランホームラン、これでシーズン本塁打記録を更新しました。真ん中に入ってしまったストレート、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。カープ追加点を許します。7対0、警戒すべきバッターに浴びた一発となりました。ここは当然という交代でしょうか。カープピッチャーを変えます。4番を迎える場面でコールされたのは堀江。さあマウンドに上がったのは堀江、今シーズン21試合目の登板です。昨日今日と連投ということになりました。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあそうですよね、任された以上期待に応えるピッチングを見せてほしいですよね。そうですね、さあしっかり抑えていきたい。打ちました、これは大きい、伸びていく、このフライはどうだ、落ちるか、これはセンターの頭上を越えていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。
これで7連打。ワンアウトランナー2塁となりました。打った高い打球センターの頭上ぐんぐん伸びて入った。ホームラン、ツーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。初球でした。打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。カープ追加点を許します。9対0。十分警戒はしていたはずですがここで一発を浴びてしまいました。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ、そうですね、一発が怖いですからやはり低め中心のピッチングになると思いますね。なるほど、どういった攻めを見せてくるか。ファウルです。外れていきます。3球目は何で来るか。打ちました。これは大きい、伸びていく、大きな当たりが外野を襲っている。ボールはフェンスまで到達しました。バッターランナーは2塁到達。これで9連打。ワンアウトランナー2塁となりました。初球は何から入ってくるか。初球打ち、打った瞬間確信したか、入った。ホームラン、ツーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。カープ追加点を許します。11対0。ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックスは8番木戸。さっきはツーベースを打たれましたからね。はい、そうですね。ここはしっかり低めにコントロールして長打は避けたいですよね。そうです。いい当たり、これは浅いフライ、ヒットになりました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー2塁となりました。カープピッチャー、さあ打席には先発の西が入っています。さあ追加点のランナーを置いた場面です。初球打ち、ここはフライになっています。掴んでツーアウトです。打順は1番に帰ります。バッター新庄、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、ツーアウトになっています。低め外れました。痛烈な打球、スタンド一直、突き刺さった、ツーランホームラン。これで2打席連続のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、思い切り引っ張られてスタンド深くまで運ばれています。カープ追加点を許します。13対0。ここで一発を浴びてしまいました。打席には2番バッター亀山。今日はここまでマルチ安打を記録しています。まあキャッチャーとしてもここで相手に調子づかせたくないですからね。そうですね。カープ先制点を許す形となっています。打ちました、浅いフライ、このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。これで3打数3安打の猛打賞。ツーアウトランナー1塁、いきなり牽制、1塁はセーフ。さあまず1球目打ちました、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、伸びて入った、ツーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。初球でした、きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。カープ追加点を許します。15対0。ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックスには4番掛布、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。カープこの回先制点を許しています。打ちました、これは浅いフライ、ヒットになりました。これでマルチヒット、ツーアウトランナー1塁、バッターボックスオマリー、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。打った、高く上がった、頭上ぐんぐん打球伸びて入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。なんと3打席連続のホームラン。初球でした、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。カープ追加点を許します。クリーンナップに一発を浴びてしまいました。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。小宮山さん、
カープピッチャーが変わります。右バッターが続く場面でマウンドに上がるのは田中。さあマウンドを任されたのは田中、今シーズン19試合目の登板です。今日もマウンドに上がって3連投になります。いやーちょっとヒヤッとしましたね。まあ変わって出たピッチャーの初球打ちました。高く上がった、頭上入った、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターボックス和田、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、カープこの回先制点を与えています。今日はバッティング絶好調、3打席連続ホームランに挑みます。スライダー外れます。4球目は何で来るか。打った、取りました。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース圧巻のホームラン攻勢でした。タイガース先制です。小宮山さん、序盤から大きく失点してしまいました。巻き返し期待ですね。いやもう本当にね、これ以上点をやったらもう取り返しがつきませんからね、より慎重にという感じですかね。そうですよね、この後の巻き返しになるんでしょうか。これが3球目、打ち上げました、浅いフライ、ここはフライになっています。ストレートを打っていきましたがワンアウトとなっています。ピッチャーに打順が回って先発の西がバッターボックスに入ります。今日は1本打たれてるんで、もう打たせるわけにはいきませんよね。そうですね。ヒットになった、これでマルチヒット、ワンアウトランナー1塁となりました。打順はトップに帰って新庄、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい、ヒットでランナーを1塁に置いています。今日はバッティング絶好調、ドカーンと大きな当たりです。打った、入った、ホームラン、ツーランホームラン、なんと3打席連続のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。2番バッター亀山、今日はここまで猛打賞を記録しています。もうこれ以上打たせるわけにはいけませんよね。はい、勢いを止める、打ちました、ライト下がっていく、下がっていく、フェンス直撃、打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これで3連打、ワンアウトランナー2塁となりました。これが1球目、ファウルになります。打った、高く上がった、これはどうか、センターが取りました。ツーアウトです。4番バッター掛布、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ツーアウトになっています。初球打ち、スタンド一直線、文句な、突き刺さった、ツーランホームランが出ました。これで7試合連続のホームラン。初球でした、しっかりと引っ張られたあたりはフェンスを越えてしまいました。カープ追加点を許します。相手主砲の一振りでした。バッターは5番オマリー、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、タイガースこの回7人目のバッターになります。今日はバッティング絶好調、3打席連続ホームランが続いています。落ちる球を持ってきました。これが4球目、膝元への変化球、2ボール2ストライクです。打った、田中抑えて一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。バッターは6番八木、まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど、組み立てのポイント、初球打ち伸びていく、この打球は落ちそうだ、真ん中左中間破っていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。
バッターランナーは二塁到達。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー二塁です。